日本の切手では、日本において発行された切手について記述する。日本において発行された切手としては、主なものに普通切手、航空切手、記念切手などのほか特殊切手に分類される、年賀切手や国立公園等をテーマとするシリーズ切手などがある。他にも現在は発行されていない、電信切手などもかつて存在した。日本で最初の切手は、 立つ踏切手である。当初は書状に切手を重複する方法以外に書状を入れて運ぶ箱に切手を重複する方法もあった。各切手に記載されている国名表記は戦前は一行一文字の縦書きで大日本帝国郵便であったが1946年8月に現在の日本郵便となりさらに1947年2月に 現在の左横書きに改められた。また、アメリカ軍占領下の沖縄において、琉球優政庁によって発行された沖縄切手や、日本が第二次世界大戦で南方占領地域において、大日本帝国郵便名義などで発行した南方占領地切手などを含める場合もある。なお、戦前に発行されていた切手の内軍国主義的、神道的なものについては、 終戦直後の1946年5月に GHQ が印刷原版の破棄及び今後作成される切手の原画の事前承認を指令した。この時点で安国神社が描かれた一円切手を除き在庫の販売が認められていたが、これらも衣装が軍国主義、神道等の象徴に関係ある郵便切手及び郵便はがき使用禁止に関する 症令により1947年9月1日以降、使用禁止となった。なお、この時使用禁止になった切手を追放切手という。また、菊花御文章の表示も1947年8月発行分の切手から廃止された。最初の普通切手は1871年に発行された流切手である。 下記は発行された普通切手の一覧であるが、分類方法は、桜日本切手カタログによるものであり、切手収集家が主に行う分類法である。なお、年号はそのシリーズの切手が最初に発行された年であり、次のシリーズが始まっても従来の図案のものが、引き続き印刷、発売が継続された例も、少なくない。明治天皇の婚礼25周年記念。 秋人上皇の皇太子時代のご成婚記念切手、最初の記念切手は、1894年に発行された、明治銀行記念が最初である。なお、記念となっているのは、記念には、形見の意味があり、これを避けたためだと言われている。そのため日本の初期の記念切手には、記念と書かれていたが、やがて現在のように、記念の文字が使われるようになった。 戦前発行された記念切手の特徴としては、毎年必ず発行されることはなく、国家的掲示などに限定され、数年に一度しか発行されなかった。また一回に発行される切手は1種類から4種類と、多くなく、額面も、国内はがき用と封書用、国外はがき用と封書用の基本料金に相当する、もので、同じ額面で発行された切手は、あまり多くない。 戦後になると、毎年発行されるようになった。また、発行枚数も1960年頃まで多くが800万枚で、あったが、1970年代から1980年代までの、切手収集ブームの時期には、毎回3000万枚から5000万枚発行されていた。そのため、この時期の記念切手は、市場でダブついており、金券ショップなどでは、 額面よりも低い金額でしか取引されていない。2000年代に、郵政省が総務省郵政事業庁、日本郵政公社、そして民営化により、郵便事業会社、日本郵便と組織変更されていったが、この時期の記念切手は1回に発行される枚数こそ1500万枚前後で、あるが、 一度に十種類のシートで発行されているため、一種類あたり百五十万枚の発行であり、往年の数十分の一に減少している。また十枚セットで発行される切手は余白にもデザインされる場合もあるため、一見すると小型シートのような形状をしている。国立公園切手日本では、年賀切手やふるさと切手のほか、国立公園や国定公園、 花といったテーマに沿って発行されるシリーズ切手が発行されている。ただし、切手趣味週間や国際文通週間といった毎年発行されるキャンペーン切手は記念切手扱いである。なお、日本で特殊切手で発行される切手には初日カバー作成の際のサービスとして使用にされる初日印で使用されるエイリの消印が、エイリハト印が使用される。 この消し印には、鳩のマークが必ず入ることから、このように呼ばれるが対する記念切手の場合には入らず、特印と呼ばれている。足の湖航空切手18戦最初の航空切手は1929年に発行された足の湖航空切手が最初である。各額面は国内及び日本統治期の朝鮮、関東州宛の料金に相当していた。 航空郵便制度はその後も続くが、しばらく発行は途絶えた。戦後になって、国際、国内航空郵便が再開されると、その料金の入用に、記事航空切手及び50等航空切手が発行された。その後も、料金改正に応じた手山航空切手などが発行されたが、国内航空郵便の速達郵便への統合などを経て、 大仏航空切手を最後に発行は停止した。日本最初の寄付金付き切手郵便料金とは別に特定の基金を集めるために募金を加算した金額で発行される寄付金付け切手がある。日本では毎年発行されるお年玉付け郵便はがきと年賀切手に寄付金付けのものがある。最初に日本で発行された寄付金付け切手は 1937年6月1日発行の愛国切手である。この目的は国内各地に飛行場を整備する基金の募金を呼びかけるものだった。また記念切手にも寄付金付けのものがあり、第二次世界大戦中には軍事費募金の一環として1942年2月16日発行のシンガポール陥落記念切手と 同年12月8日発行の大東亜戦争第1周年記念切手には寄付金が付けられていた。戦後になると、1948年に社会事業共同募金のための寄付金付け切手が発行されたのを皮切りに、1964年東京オリンピックや1972年札幌オリンピック日本版告白覧会などの国家的事業のために、 発行されたほか、1973年に高松塚、古墳保存基金募集のために、同古墳の壁画を描く、寄付金付切手が発行された。また災害発生時の義援金募金のために、発行されたこともあり、1995年には、阪神、淡路大震災の義援金のため、切手趣味週間切手に上乗せして発行されたほか、ふるさと切手も、 同様に2000年の薄山噴火と三宅島噴火による被害に対する寄附金付き切ってもある。ありがとうございます。